はい、どうも、アットです。今日はですね、日曜日に行われますエリザベス女王杯の人気馬見解をしていきます。またここからですね、もう有馬記念までずっと G1 が続くわけですけども、まあ、メンバーもですね、なかなか面白そうな馬たちが揃ったんでお話ししていきます。とその前にまずこちらをご覧ください。まずここ最近の的中報告ですね。南部杯本命4番人気イグナイター2着で馬連3連複的中と。で、菊花賞もですね、本命4番人気ドゥレッツァで3年連続的中しましたよと。で、先週のアルゼンチン共和国はですね、本命ヒートオンビート3着で、ミヤコステークスもですね、まあ、ここにブログに書いた通り6番人気メイクアリープが2着になってブログ生まれに的中しましたと。じゃあこの紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、ぜひね、概要欄からお願いいたします。こちらもですね、必ず毎回予想は載せておきますので、ぜひね、概要欄からお願いいたします。今日見た方はぜひお忘れないようにお願いいたします。はい、では詳しく解説していきます。じゃあまず、このハーパーから行きましょうか。まあ、前走はですね、秋華賞リバティアイランドの3着でした。で、まあこの馬はですね、オークス2着なんですけども、正直ね、ここ2戦はなんか本当にルメール騎手が、ね、両方ともうまく乗ったと思ってて、まあ、結局ね、秋華賞3着以下もそんな差ないですし、オークス2着以下も大豪戦なんですよね。結構ね、ルメールありきの騎乗だったかなと思うんですよ。で、まあ今回はですね、まあ安城弱化になると思いきや、まあ川田騎手がですね、乗ってくれます。正直心強いっちゃ心強いですね。で、まあ結論から言うと、まあ安定タク取るならこの馬かなと思って、まあちょっとね、勝ちきれないところもあるんですけども、まあリバティがいなければですね、もっと上に目指せる馬だと思うんで、今年のね、散財牝馬強いと思うんで全然勝っていいと思います。で、お次が、ジラルディーナですね。昨年の勝ち馬なんですけども、今回ですね、京都の2200メートルです。なのでね、ちょっと舞台が違うんですけども、まあね、今年に入ってからね、まあ前線はしてるんですけども、まあ馬券内に来てないって感じですよね。まあ大阪杯はね、ちょっと展開向かず、で、海外も惨敗して、宝塚記念がね、まあ意外と頑張って、まあイクイノックスの 0.2 秒差。で、休み明けオールカマー、まあ惨敗しました。で、今回は鞍上がムーア騎手です。で、この馬も、まあ、どっちかというと、勝っていい馬だと思います。まあ、ここにある通りですね、鉄砲実績が0003なんで、オールカマー負けるのはこれ仕方ないんですよ。で、2走目が1001。まあ、そんなにね、母数は少ないんですけども、まあ、明らかにね、鞍上が強化してるんですよね。ムーア騎手乗せてくるということで。まあ、そういうことなんですよね。まあ、勝負気配があります。まあ、ただね、もしかしたらちょっとね、力は、落ちちゃってるっていう可能性もね、否定はできないんで、まあ絶対的な信頼はできないんですけども、まあ、今回ね、そんなに実績馬がね、そこまでいないんで、まあ単勝買いとかもありなのかなとも思いますね。でですよ、今回問題なのは、この、プレイディヴェーグですね。なんと一番人気予想ですかってお話で、まあ、前走のね、ローズステークスは、まあ一番人気で2着で、まあ、この勝ったマスクドディーバのね、2着なんですけども、まあ、このね、マスクドディーバより、まあ、早い上がりを使って2着です。で、このマスクドディーバはですね、あのリバティアランドにですね、秋華賞で迫りました。確かに潜在能力はすごく高いと思います。で、安城もルメール騎手なんで。でも、よく見てください、この戦績を。ってお話なんですよ。でも、今回だから言いたいのは、プレイディヴェーグが一番人気はおかしいってお話なんですよ。まず、いろいろ不安点があって、まあ、京都未経験と、まあ、2200メートル以上未経験。まあ、この辺はね、よくある、まあね、危険なデータになるんですけども、まあ、それはいいとして、まず、重賞未勝利なんですよね。重賞未勝利の馬が G1 で一番人気になるのどうかって思って、いろいろ探してみたら、過去にね、1回だけ、重賞未勝利で一番人気でね、G1 勝った馬がいたんですよ。ちょっとね、突然飛んで申し訳ないんですけども、これがね、その時、重賞未勝利で一番人気で勝ったビッグアーサーっていう馬の、まあ、これ成績なんですけどもね、ここですね、2016年高松の駅ね、重賞未勝利ながら、一番人気で一着で勝ってますと。でも、このビッグアーサーっていう馬は、ちゃんとオープン競争も勝って、重賞2回とも前戦してるんですよね。で、そこでまあ一着になってると。でも、今回は、プレイディヴェーグ、見てください。オープンどころか1勝クラスですよ。まだ実質1勝クラスしか勝ってないんですよ。あの1勝クラスしか勝ってない馬を G1 で一番人気にしていいのかってお話なんですよ。まあ、確かにそのローズステークスは強かったですよ。めちゃめちゃ。でも期待値とか考えて穴馬だったら勝っていいんですよ全然。でも
このプレーリベーグ一勝クラスしか勝ってないのに一番人気どうなのってお話なんですよ。期待値はね、ここ数年でもしかしたら一番低い一番人気と言っても過言ではないんですよ。まあそれでもね、勝つって言うんだったらね、まあ潜在能力がすごかったと思うんですけども、まだプレーリベーグは一勝クラスを勝っただけの馬なんですよ。その馬が一番人気になろうとしてる、これはこっから買う人は申し訳ないですけど、センスないですよ。はい。その潜在能力にかけるとしてもね、もっと人気がなくなってから買おうってお話なんですよ。ってことで、まあ、今回の危険な人気馬はもうプレイディベーグですね。単純にもう一番人気で一勝クラスしか買ってない馬を G1 で買えるかってお話なんですよ。ってことですね。で、まあお次がこのディビーナですか。まあこの馬はですね、まあ中京記念で関谷記念2着で、まあ府中牝馬もまあ逃げて、勝ってますと、まあボバ相手もですね前線できる馬なんですけども、でもここ最近のディビーナってもう 2000m 以下で活躍してるじゃないですか。今回は京都 2200m です。距離がちょっと長いんじゃないかと思ってて、まあ、確かに、ね、最初の頃はすごい距離長めを走ってたんですけども、その辺はどうかなと思ってるんですよねって思いますね。で、まあお次がこの馬が5番人気になるんですかね、サリエラですね。牝馬ながらですね、目黒記念走ったり、まあ新潟記念走ったり、まあね、なかなか面白い馬なんですけども、どうなんですかね、まあ人気して裏切るってパターンですよね。で、今回は、マーカンド騎手が乗るということです。まあ、ただね、瞬発力勝負っていうのはある程度得意な馬なんで、まあ人気次第ですけども、僕は、まあ全然勝っていいかなって感じですね。まあ今ね、5頭を挙げましたけども、とりあえず、まあ今のところはね、まあハーパーが安定卓って感じで、まあそれに勝つなら、まあジェラルディーナかなって感じですね。で、まあもしかしたらですね、本番になればね、人気上がるかもしれないんですけども、これネット競馬さんのあくまで予想値なんですけども、この戦績でやっぱ 3.0 倍の一番人気はどう考えてもおかしいですよ。ありえないっすよ、マジで。まあもう一度言わせていただきますが、まだこの馬は、一勝クラスを買っただけの馬ですってことだけお話しさせていただきます。そうですね、エリザベス女王杯は以上になります。で、今回ですね、まあ、5頭を挙げましたけども、本番は、僕はね、狙いたい穴馬をですね、まあ、明日、動画出しますんでそっちをお願いします。正直ね、このレースは僕は結構荒れると見てるんで、穴馬にもねめちゃめちゃチャンスあると思います。まあその中でもですね、何頭か面白い穴馬を見つけましたんで、ぜひね、そちらも期待していてください。はい、本日はこれで以上になります。で、あとですね、コミュニティサイトのお話をしたいと思うんですけども、まあ10月にですねメンバーシップを終了して、まあ新しいコミュニティサイト、まあキャンプファイヤーってところですね、やらせていただいてるんですけども、まあ中身はですね、本当に LINE を使ったオープンチャット、これは今までと全く変わらないです。で、これもね、何度も言わせてもらってるんですけども、今までとの違いは単純に支払い場所がまあ変わることです。今まではですね、メンバーシップは Google さんにね払ってたと思うんですけども、今回からですね、まあ、11月からですね、キャンプファイヤーというですね、サイトに払っていただくことになります。まあ、月額がですね、10円上がってるんですけども、まあ、今ね、ちょっと初月無料ってなってたんですけど、それはあくまで10月までのお話だったんで、まあ、ちょっとね、これがなくなったんですけども、お願いします。で、まあ、何をやってるかってお話なんですけども、本当にね、競馬好きが集まって、ワイワイ雑談しております。で、初心者、ベテランも関係なしで、で、ここのね、あのコミュニティの特徴って、もう皆様本当にフラットなんですよ。例えば僕がですね、このコミュニティサイト主だとしたら、なんていうんですか、その宗教チックになるところって結構多いんですよ。例えば僕をね、崇めたり、その人がですね、全権を握ることがあるんですけども、そういったことは全くなくて、本当にみんなフラットで、私もね、だから普通に雑談に、まあ、参加させていただくんですよね。こういった競馬のコミュニティサイトって俺なかなかないと思ってて、結構ね、僕は革新的だと思うんですよ。まあ、なのでですね、競馬仲間を求めてる方や、まあ、馬券でね、ワイワイやりたい方は、ぜひ、概要欄からご参加ください。はい、ということですね、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。